アンテブ・ディミルは、ボスニア・ヘルツェゴビナ・ゼニツァ・ドボイ県ゼニツァ出身のプロサッカー選手。ポジションは FW。プリメーラ・ディビシオン・ CA オサスナ所属。クロアチア代表ラスク、リンツや HNK ゴリツァなどのユースチームを経て、2011年に NK インテル・ザ・プレシッチでプロデビュー。2シーズンで18ゴールを決め、2013から14。 シーズンは NK ロコモティバザグレブでプレー。17ゴールを決めた2014年8月 FC ザンクトパウリと4年契約を締結。しかし2014から15シーズンをドイツにブリーグで無得点に終わり、2015年9月1日にセリエビーの FC クロトーネへのローン遺跡に合意。すると新天地で得点能力を発揮しチームを牽引。一時は アーセナル FC がブディミルの獲得を興味を示したとも報じられた。2015から16シーズンはセリエ B で16ゴールを決め、チーム史上初のセリエ A に導いた。2016年7月5日、UC サンプドリアと2020年までの契約を締結。しかし、2016から17シーズンは11試合無得点に終わり、翌年7月に、 ローン遺跡の形で黒峠に復帰。2017から18シーズンは22試合6得点を記録したものの、セリエ A18 位に終わり、B に降格。シーズン終了後に完全移籍した。2019年1月15日、RCD マイオルへのシーズン終了までのローン遺跡が発表。加入後の2019年試合で6ゴールを決め、チームは5位に入り、 昇格プレイオフに進出。決勝戦のデポルティ・ーボラ・コルーニャ戦は、ファーストレグを0から2で落とすも、本拠地、エスタディ・デソン・モイクスでのセカンドレグでは、ブディミルが先制ゴールを決め、その後も加点し、3から0で大逆転勝利を収め、2012から13、シーズン以来のラリーが復帰を決めた。6月27日には、マヨルカへの完全移籍も発表された。 2020年10月5日、CA おさすなにローン遺跡で加入。2020から21シーズンはチーム得点王となる11ゴールを記録。2021年6月7日にはおさすなへの完全遺跡が決まり、2024年までの契約を締結した。この遺跡には2000万ユーロが支払われたが、これはクラブ史上最高額の金額となった。ありがとうございます。